にちは。コピーライティングで月賞100万円になる方法をお伝えしております橋本彩子です。橋本彩子何者とよく検索をされていますので、私の自己紹介をさせていただこうかなと思います。私は1983年の6月生まれです。会社を8年経営しています。私の年でこういう人って女性って珍しいかなと思うんですけれども、なんで私が8年間会社を経営してて今のスタイルで仕事をしているのかっていうことをお伝えさせていただこうかなと思うんですけれども、もともと私はですね、食べていけなくなることへの不安っていうのが結構大きい人でして、小さい時体が結構弱かったんですよね。で、病気がちだったのと、あと大きかったのが小学5年生の時に足を骨折したんです。で、4ヶ月ぐらい入院したんですけれども、入院してた時は今小学生だから、親がいて親とかに面倒を見てもらえて、経済的な不安っていうのもないんですけれども、例えばその今その時11歳だった私が60代 で身寄りがないおばあちゃんだったらどうなってたんだろうとかって思った時にすごい怖くなった。例えばもう身寄りがなくってお金もなくって足骨折しても誰も治してくれないっていう状態になった時にとても恐ろしいことになるなと思って、で、ちゃんとお金を稼げるようになるっていうところと、あと結婚してもどうなるか分かんないじゃないですか。その旦那さんがある日突然事故に遭ったりですとか、病気になって亡くなってしまったりとかっていうこともあり得るかなと思ったので、自分の力で立って、自分で経済的に自立して生きていくっていうことがすごく大事なことなんだなっていうのを小学生の時に気づいてましたね。これからの日本の社会だったりとか景気のこととかを考えると、終身雇用制っていうのが当時からももう崩壊してきてたし、バブルも崩壊してたので、安定企業とか大企業に就職したらそれで一生安泰っていう時代はもう終わったなと思っていたので、自分で手に職をまずつけることが大事かなと思っていました。で、手に職をつけて自分で経済的に自立をして生きていくっていう生き方をしていこうっていうふうに小学生の時に決意をしましたね。今の若い人たちどうなのか分かんないですけど、お嫁さんになりたいとか、ウェディングドレス、白いドレス着たいみたいな憧れは全くなくてですね、まず自分自身の足で立って経済的に自立して生きていけるようになることと、あと日本の社会をより良くしていきたい、ビジネスパーソンとして生きていきたいっていう思いが子供の時から強かったです。19歳の時から広告関係の仕事を始めたんですけれども、その時からひたすら仕事をしてましたね。20代ではほとんど遊んだ覚えがなくって、何回か転職はしたんですけれども、でもどの会社でも会社に泊まり込んだりとかをして、夜遅くまでがむしゃらに働くっていうことをやってました。で、25歳で起業して会社を作ったんですけれども、でもお金があったかっていうと全然なくてですね、それまでの会社員時代の貯金っていうのは自己投資、主に本を買ったりとか、あとなんか自分でサイトを作って広告費、リスティング広告とかメルマガ広告を出して効果検証をしたりとかしてたので、もうあるだけお金を使ってたのでなかったです、貯金も。なんですけど、やっぱり若い時、20代でまだまだ元気のあるうちにいろいろ経験しておきたいなと思って25歳で起業して会社を設立したんですけれども、次々といろんな問題は起こりました。まず最初は仕事がないとかお金がないとか、借金も抱えちゃったりとか常に追われる状態で、そこがある程度軌道に乗ってきたらもう体調を崩してしまいまして、1年ぐらい寝たきりに近い生活を送ったりですとかで、そこの中で寝たきりの状態でも仕事をしていける基盤を整えようと思ったんですよね。で、コピーライティングとかネット系のビジネスだったりとかを勉強しました。コピーライティングっていう大きな枠の中でいろいろと変化をしながら模索をしながらいろんな仕事をしてきたんですけれども、共通しているコンセプトが女性の経済的自立っていうところと、あと在宅ワークっていうのも私の一つのキーワードで、体が弱い方だったりとか、あとこれから介護をされる方が増えるかなと思うので、ご家族の介護をしながらでも自宅で会社員以上の収入を得られるようになる方が増えるっていうか、その生き方が一般的になるといいんじゃないかなと思います。今ですね、やっぱりその
銀行でお金を借りるにしても不動産を借りるにしても社会的信用っていうのが大企業で働いてとか安定した企業で長く勤めてるっていうことが社会的信用に直結してるかなと思うんですけれども、でもこれからの時代って一つの会社同じ会社で潰しのきかない仕事をしてる、独立して手に職をつけられるとかではなくて、その会社を解雇されちゃったら食べていけないみたいな方って結構一番危ないなっていう気はしてるんですよね。特にこの東京オリンピックが終わった後って日本の不景気も一気に落ち込むかなと思うので、まあ、そうなった時に、まあ、自分はこれっていうなんかこう生きていける手に職があるっていうことが大事かなと思います。で、手に職といっても、まあ、ライティングができるようになるからいいとか、デザインができるようになるから安泰っていうわけでもないかなと思います。テクニックがあっても仕事ない人って結構いるので、テクニック以前に大事なのがマインド、ブレないマインドだなと思うんですよ。もう自分は、まあ、これで生きていくっていう強い覚悟。一番は生き方に対する覚悟がとっても大事かなと思います。なので自分はこういうふうに生きていくっていう覚悟があって、その生き方に対する覚悟がぶれなければ迷うってことがないですし、何かがあった時の判断っていうのも即座に判断ができるようになるかなと思いますので、そのあたりのテクニックとマインドと判断のところを講座とかコンサルでお伝えをさせていただいております。もしご興味のある方はですね、この YouTube の説明文のところに私のオフィシャルサイトがあります。もしくは私の名前で検索していただくとオフィシャルサイトだったりですとか、いろいろな SNS が出てきますので、そちらでぜひチェックしてみてください。